今日も寒かったのね。まあ、おい話しますけど、今日は吉川の薬味の青ネギネギそば巻きです。声も出なくなっちゃったよ。まあ、どこかに行くはずだったんですけど、その前にちょっと階段に滑って腰を打っちゃって、まあ歩けないように滑りたくて病院にも行ったんですけど、まあ骨には異常がないけど、神経が歪んでるんじゃないかなっていうことでしたね。本当朝起きられないんですよ、非常に小さくて。まず、うつ伏せになって、これも激痛なんですけど、で、四つん這いになって、物につかまりながらじゃないと立ち上がれないです。
声が悪くなってきてるんで、電話では他人と会話することが非常に難しくなってきてますね。
美味しいうどん屋さんのうどんも好きなんですけど、駅なんかの立ち食いそば、立ち食いうどんも好きなんですよね。塩がすごく甘いです。なんで明日は何食べようかな。今日は失礼しました。それでは。